ヘイヨーケンツメッシーです。今日もですね、これやっていくんですけど、今日はですね、めっちゃめちゃに面白そうなデッキを見つけたので持ってきました。それがこちら。ということで、これ知ってますか皆さん、タクヤデッキでございます。何かっていうと、まあ、皆さんで名前見たことあると思うんですけど、こちらのタクヤっていうプレイヤーですね、世界20位を取ったことがあるプレイヤーなんですけども、この方がね、使っていたデッキ、このドリューミラーデッキなんだけど、これがですね、昨日おとといにあったドラフトオールスターリーグで、このね、拓也選手本人が使って、めっちゃ楽しそうだったんだよ。立ち回りがね、こう、マジアちゃんみたいな感じでやってて、めっちゃ強そうで、てかまあ、実際強かったよ。なのでね、今日は紹介していこうと思います。またね、ちょっとね、大会の切り抜きとかも上げていくんですけど、ちょっとね、その大会前日のね、こう、E4E っていう、クラロのね、オフイベントの司会もあったりとかで、ちょっとバテてまして、昨日はね、動画お休みさせてもらったんですけど、今日からね、またね、やっていこうかなといったところでございます。さあ、これは？まさかのザップか。何が起きたか分かんなくて、ちょっと遅れちゃったな。まあ、ただ、キング起動ができてるから OK と。さあ、ということで、やっていきますよーっていった部分ですね。いやー、これもう、マジアチャ。ちょっと行きたかったけど、これって入る？入りそうだな。いや、入んねえ。入る？入るねえ。しゃあねえ。これね、ケツマジやっちゃ、ミラーマジやっちゃしてたんだよ。すごかったわ。俺、タクヤのデッキはしてたんだけど、立ち回り初めて見て、ロケットとかある？こういう感じの立ち回りをしてて、俺びっくりしたんだ。さあどうだ、まあ、ザップがある。まあじゃあ、まあ、トルネが一応あるよね。まあトルネードで守ってあげて、スケブで、まあ、ザップ打たれても残るよねこいつが。OK でザップあるから、まあ、まだ出せないと。ただここのね、マジアチが無限ですよねって話で、ここはゴール内で受けてあげる。で、今回これロイジェぐらいしか受けないんじゃないか。そうだね。ペッカ出してって言った部分で結構重そうだったから。ここちょっと、ザップ打たれたら、ウッドでちょっと守ってあげなきゃなっていう部分だね。さあ、ここはザップ使ったので、まあ守れるよといったところでドリル飛ばすと。うわ、生きてー。これ生きてーけど、まあ絶対待ちですね。ここのマジアチャはで、これゴール内出してあげてミラーマジアチャまでいけるな。はいはいはい。さあ、ウッド飛ばしてあげて、途中でのね、ドリグミラーとかもあったな。さあ、これはここまで行くでしょう。で、持ってってあげて、さあ、ゴール内ダッシュ。さあ、ダメージが入ります。さあ、マジックアーチャー入る、マジックアーチャー入る、マジックアーチャー入る、グッドゲームと。これ、マジ楽しくて。使い方分かんなかったのね。ただ、その拓也のやつ、プレ見ると、めっちゃ綺麗だったわ。またね、ちょっと見どころしかなかったんで動画あげますね。そういえばさ、完全余談なんだけど、今日ね、俺、甲子園初めて見ながら、モンストのリセバラしてて、なんでかっていうと、モンストが今なんか100連できるみたいな、チュートリアルで。で、ワンピースコラボが来るからと思って、もともとね、モンスト超がつくほどガチ勢だったんだけど、ビチャモンテン出る前ぐらい、そうでやってみたんだけど、さあちょっと一旦マジアチャでちょっかいかけちゃう。お、男がいる。相手男ですねこれ。さあということで、ここはマジックアーチャー出してミラーで、ファイヤーボール、まあ仕方なしかな。ゴール内で持っていくか。
そうそう、でもそのねモンストのまあシュートギャグやってて、無事なんか今の当たりみたいなやつ引けたんだよね。そうで、こうそれでなんかウェルカムイベントみたいなのがあって、なんだろうと思ってやってみたら、なんか進化素材とか経験値素材とか全部もらえて、今のモンストってこんなにゆとりなんていうぐらいすごかったわそうマジですごかった。いやさあこれ美味しいね。ザップでなんならインドラから抜かせてもらって美味しいよと。さあこれはドリグドリグの仕上げまで見えてきてんな。いやこのデッキマジ面白いだし、ケツマジやちゃからのミラーマジやちゃがほんと強えわ。やっちゃおうかなドリグドリグ。いやーやめた方がいいな、安全に行きたいよね。さあ一旦ドリグ飛ばしてあげて、あーインフェダスじゃん。でまあマジアチャマジアチャをしたいよねーっていう話になってくるわけで、まあこれでどう防衛。でまあ守れる、はい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 。でまあ残り時間的にもまだ相手バルーン回ってなくて、このニョキってやつで持ってきつつ、まあタゲもなんならね揃えて GG と。いや楽しいでしょこのデッキ。いやマジでおもろい。これドリグド対決した時が一番面白いから、そうもうちょい見てほしい。てか今日さ、さっきポロッと話言ったけど甲子園初めて見たいの俺。野球にそんなに興味がないっていうのもそうだったんだけど、なんかまあなんかね、なんだろう、あんま見ようとは思わなかったんだけど、なんか結婚もしてさ、こうまあ本当に昨日てか今日は結構ゆっくりしたいなと思って家で、そうだからそう見てみようと思って、そしたら面白いね。うん、今日たまたま見た試合が結構今大会のナンバーワンツーぐらいの面白さだったらしくて、めちゃくちゃいい試合見て面白かったし、まあ俺もともとスポーツ部だったからすごく楽しく観戦できて、甲子園の良さをね知れましたね。いやーこれ待てよ、ミラーか。いやミラーインフェ出すけど、これ待ってよ、いけてる？そいつまで、あいけてるわ。いやー難しいところだねこれは。ちょっとザッピーじゃねえわ、マジアチャがね持ってかれたから。これちょっとねもうちょっと早めにドリル飛ばして、このインフェ再利用させないといけなかったな。ババか、まあロギングウッドで持ってってあげて、いやーインフェでさっさと溶かしてだな。これスケドラまだ来ないと思うから、オッケーオッケー、うん、どうこれ無理か、守れねえか。いやーってなるとここ許容からのドリグゴルナイだったから絶対。いやーどうすっかなー、うーん怪しいねー。いやーマジアチャ出してもなーっていう感じだし、これはちょっとねーもうサイクルが苦しゅうござんすってやつだね。そしてファイヤーボールもある。多分こういうのが正解なんだろうな。
こういうのが、こういう感じの多分防衛が正解でみたいな。ちょっとまだね、俺もこのデッキ使い慣れてるわけじゃないから、こっからねちょっとずつ立ち回り磨いていきましょう。さあグッドゲームといったところで、まあでもラバーはどうなんだろう。インフェ出してこうマジアチャ出してゴルナイ出してミラーマジアチャ出せたらめっちゃいいと思うんだけど、ちょっと最初みたいにサイクルが整わなかった時とかはだいぶ話違いそう。てか充電やべえ。さあよろしく。まあでもラバとかには結構勝てるポテンシャルはあるけど、ラバホリの方がちょっときついかな。マジアチャミラーがファイボでも飛ぶしな。さあということで、クロスかな。まあ、これちょっとスケブもセパして、相手がクロス出してくるまで動けねえからな、これマジで。どうしよう、普通にアーチャーセパー、これに対してやることなさすぎて待つしかねえんだよな。クロス来たらもうシンプルにこれだよね。でまあ持ってってあげて最初に。いやードリル飛ばしても結局アイスピウッドとかで持ってかれて、ここのインフェのあれがなんかもったいない気するけど、いやーでも飛ばすべきだったか今の。ウッド使ってドリル飛ばすで、ウッド使ったらこれが結局そうだよね。オッケーオッケー。ウッド使ったらこれが止まんないから、まあなんかどっちでもあったね今の。まあ攻めでウッド使ったら確かにクロスは入るけど、その分こっちのドリルが入ってみたいな。これインフェ先置きとかしないとダメなやつだな。ケツマジアチャとか一回してみて、いやーこれはこれはですね、今のインフェ手前でしたね。 OK、 なんとか救われたけど、こんな感じで、はい、ああこれ美味しいわ。なんならウッドミラーまで見えんだこれ。ウッドミラーしてあげて、インフェここだね。で結構入ってくダメージが、でこれでマジアチ残しつつ一応両サイド相手嫌なようにしといてあげて、クロスここ一応ファイボー、でマジックアーチャー、オッケー、めっちゃいい防衛。でこれは一回ドリル飛ばしてあげて、端前マジアチャーもちょっと見ていきたい。オッケー、え多分なるほど、オッケー。まあこれで持ってきつつドリル飛ばして、これねもうね結構行くべきで、わめっちゃいい防衛だ相
これちょっとミラーウッドも使って、まあ、あとはこっからは守らないといけない。さあウッド、でウッド、え、危な、あー飛び抜けすぎ、グッドゲーム。危ない、結構苦しいと見せかけて、まあマジックアーチャーゴルナイとかのね生かし方がうまくできた方かなっていう感じがしますね。いやー危ねえ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 、ちょっとねもうちょっとなんかなんだろう、相手もゆっくりしてくるデッキに対しては本当に楽しいから、マジで本家のやつ見るの楽しみにしててほしい。また切り抜き作るけど、マジでめちゃめちゃ楽しかったから見てて、いやー今ね金起動したかったんだけど、まだ説ある。あ、待って、これさドリルじゃん相手。ドリル相手はめっちゃマジアチャマジアチャミラーしてたんだよ。ウッド使った、取るね。オッケー、まだ、まあ、ファイスピをこれで一応処理というかで、まあ金起動は幸せで、まあ相手のキング起動も一応ね待っといて、まあしてこなかったと。まあシンプルインフェだなここは、さすがに。そう、シンプルにインフェで守ってあげて、ケツマジアチャ、ミラーケツマジアチャだな。同サイド、同サイドでいっか。相手ドリルゴルナイトミネとか、あー5持ってますっていう話か。うん、じゃあまあこっちも持ってれば、持ってるよっていう。ミラーしてあげて、まあさっさゴルナイ走らせて、まあ気をつけて出てくる。いやーまあウッドがあるんだよねここね。まあこれでちょっとあれできたら幸せぐらい。これでマジックアーチャーで一応ね処理しつつ、まあ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 、ファイブまだ来ない。オッケー、ウッド転がす。これドリグドリグだな、ここか。こういう相手にすんのかな、ドリグドリグ。ほいよいしょ、うん、でちょっと残る。オッケーオッケーオッケー、くらいくらいくらい、いいじゃんいいじゃん。さゴルナイ出す、スケブ出す、いけ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 、もうこれしかね俺には。でスケブで守る、いいんじゃない。めっちゃドリル入ってるよ、楽しい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 、やばいやばい。これははい、端前マジアチャ読みきます、来ない。まあ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 普通にこれで守りつつ、さあウッド使ったらねこっちにどうすんのっていう、厚掛けもしといてね。はい、ウッド使いました。
サドリル入ってグッドゲームと。めっちゃ楽しくないこれ。マジでめっちゃ楽しいの。これ本当にやってみてほしい。なかなかね、こんなに脳汁出るデッキもね、少ないかなと思います。そういったところで、まあ、こんな感じでマジアチャマジアチャミラーと、あとねドリグドリグミラー、これをうまく駆使して、後半5リッツ削けるので、ぜひ使ってみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。おつめしバイバイ、またねー。